ズバリ、はい、今季。早速ですが、日本ハムへの何か期待することって、どんなことですか。あの期待は大いに寄せてますね。うん。うん、それは勝利というか、優勝という意味ですか。あの、この期待はね、優勝とかではなく、チームが大きく変化するという期待ですかね。ああ、なるほど。うん、うん。それは当然、監督の変化による。 チームの変化そうですね、なので、あのー、選手たちが持っている潜在している能力が存分に発揮できればと思って見てるんですよね、まあ、環境の変化っていうのは選手のすごく大きなチャンスであって、そこで新庄監督が求めている、それ以上のものを示せると、その選手個々が大いに化けれるんですよ。うんはい、なので、この化けるチャンス、いい意味での化けるチャンスをものにしてほしいですよね。 新庄監督への期待はもうもうすでに始まってて、すごく着手の仕方が独特じゃないですか。はいはい、でそこで選手たちがもう響き始めてるんですよ<ー>、はい。もう響き始めてて、これがシーズンに入って、自ら奏でる選手になれば、めちゃくちゃ強いと思うんですよね、はい。その強い選手たちが多ければ多いほど、チームの組織力も強くなるわけであって、ま、たそういったものをもうこの自主トレの段階でも結構いい情報が入ってきてるんですよね。おー はい、響き始めてるっていうのは、具体的にどういったところで感じますか例えば、吉田耕生がもう全く違う様子で出てきて、いきなりブルペンでびしんびし投げてるとかね、うん、もうこういう情報っていうのは、もう監督もそうだし、ピッチングコーチ、えー、各担当の人たち全員がちょっとテンション上がるところなんですよねそこから先で奏でる選手になれるっていうのは、具体的にどういう意味ですかね。あのー 響く,せあの響くというのは誰かが誰かがそれをなんていうのかな叩いてみて響くわけじゃないですかで響いたときに可能性を感じて皆がすごく肯定するんですけど奏でるというのは自ら発信であって自らそれに着手して奏でられる選手になってほしいなと僕はそう思う思んですよね。まあ主体的というか,自主的というかそうですそういうことですそういうことです、うんはい まだ新庄さんにお尻を叩いてもらってる状態というかそうですで、いい響きを見せてくれてるんですよ、あこんな響き方できる選手なんだね、ほんで、今度シーズン始まった時には、自らがそれを奏でて、皆さんに響きとして与えられるね、なんかそんな選手になってほしいなと思うんですけどね。<ー>